皆さんこんにちは、ボイストレーナーの中島えりなです。はい、今日はタイトルにあるのはですね、あった通りね、歌は雰囲気が大切というお話をしようと思います。はい、というのも今日のレッスンでね、生徒さんが歌をね歌ってくださったんですけれども、直前レッスン来る直前まで練習をされていたそうなんで、歌詞をね、家に忘れてきちゃって、あ、じゃあもう歌詞カードないから、ちょっと覚えてるのでね、そのまま歌いますってことだったんだけども、ちょっとやっぱ忘れ、ちょっと飛んじゃったところがあって、こう歌詞が出てこなくなっちゃったところがあったんです。その時に、わーってなって、生徒さんが、すいませんってなっちゃって、こうなんか、ごめんなさいってなっちゃったんで、私はとっさに、もういいんですっていう、もうそこはもう雰囲気が大事なんで、ラララで歌いましょうみたいな話になって、もうっていうのもね、思い出したんですよ。なんかその、歌詞忘れちゃったとか、ライブ、本番、今はね、練習だったんですけれども、例えば本番でそういうことが起こった時、歌詞が飛んじゃった時って、いやもちろんプロとかね、やっぱり覚えたように越したことはないんですけれども、もし、あるじゃないですか。パーンとこう歌の歌詞が飛んじゃうような時っていうのもあるので、で、もしそうなった場合っていうのは、やっぱりその途中で止まっちゃうのでもなく、こう、なんかこういっぱいいっぱいになって、キャーごめんなさいってなるのではなくて、もう余裕をかましながら、こう、ゆったりその雰囲気に乗りながら、もうメロディーはきっと覚えてると思うので、ラララーみたいな感じでこう歌って、ラララーって歌って、そのうち歌詞が思い出してくるまで待つか、もうそのまま最後まで行っちゃってもいいぐらい、それぐらい、やっぱ歌が始まってから終わるまでっていうのは、なんか流れを止めずに雰囲気を大事にしたいって、いう話なんですね。はい。で、やっぱりなんで私たちがこう音楽を歌を楽しむかっていうところなんですけれども、言葉の意味がわからない外国語とか英語とかフランス語とかなんとか語でも、でも感動することってありますよね。それってやっぱり歌の意味とかも大事だけど、意味とかよりもその歌手が出してくれている気っていうんですね、気持ちの気がすごく伝わってきて、こう気が同調するというか、気を楽しむっていう雰囲気ね、雰囲気をやっぱ楽しむってことがありますよね。だから知らない外国語の歌でも感動しちゃうときができるっていうか、で、よかったね、楽しかったね、いい、なんか胸に来たねっていうような歌に巡り合えるわけですよね。なので、もう歌詞をもし忘れちゃったとしても、こう、やっぱりこう、なんか雰囲気を楽しもう。例えば、あとは楽器とかも、楽器を弾きながら歌っていたとしても、手がもう緊張で震えて止まっちゃったとかいう時も、もうそこで演奏をやめずに歌だけはアカペラで続けたって十分 OK なんですね。っていうような、なんかそのね、まず気を大事にしようね、雰囲気を大事にしようねってお話です。そして、これを私の本にもちょっと書いたんですけれども、昔聞いた話で、とあるプロデューサーがオーディションの時に、そのタレントさんの歌手の何を見るのかっていうところで、歌のうまさでもないし、容姿、ルックスの良さでもないし、その性格の良し悪し、良さそう悪そうとかでもないし、何を見てるかって言ったら、その人の持つ雰囲気を見ているっていうの話を聞いたことがあります。なんか、売れそうな雰囲気とか、人を引きつける何かとか、一緒にいるとなんか楽しくなっちゃうような雰囲気とか、その人が持つ醸し出すオーラみたいなものを、オーラなのかな?オーラみたいなじゃない?もうオーラを見てるっていう話を聞いたことがあります。ね、やっぱその人がね、なんかこう、いつもキラキラしているようなものを、やっぱりみんな見てて楽しいわけですよね。なので、そういった、ことが通じるんじゃないかなって思いました。はい。で、そんなね、話を今日生徒さんにしたんで、ここでもお話ししてみようかなと思ったんですね。で、それで私、そんな話をしていながらも、すごい思い出したことがあって、このね、実はこれを今日ちょっと紹介しようかなと思います。じゃん。ででーん。私が27年前に出した、CD なんですけど、この CD のサイズ知らない人もいるんじゃないですか。50センチ CD っていう、こんなちっちゃい CD すごいなんか斜めってますけどね。はい。でこれね、何かっていうと、某デパート、高島屋さん、某じゃない、もう某って言ってるんですけど、某高島屋さんの
クリスマスイメージソングっていうので、私、これを書かせていただいて、作詞作曲と歌をやらせていただいて、その1996年の12月いっぱい、ずっと、こう、高島屋さんのね、ハーティークリスマスって CM でね、ずっと流してもらったんですね。で、その時に、私、1ヶ月間、全国の高島屋を5つ、回らせて歌わせてもらったんですね。この話もすごくね、いろいろあるんですけれども、でその時に日本橋から始まって横浜、京都、大阪、岡山って5箇所ねやらせてもらったんですね。でその時に途中からいろんなクリスマスソングも私のオリジナルも含め、この曲も含め歌ったんですけれども、もうちょっと曲を増やそう。みんなが知ってるね、有名な人の曲を歌おうみたいな話になって、某なんですけれども、某ひみんさんのサンタクロースを歌ったんですよね。別に言ってもいいんです。恋人はサンタクロースをね、覚えて歌ったんですよ。でも私ね、なんか人の曲を覚えるのすごく苦手で、すごくね、その才能がないんですね。ね、すぐに歌詞覚えろって言われても絶対覚えられなくて、なんか全部納得いくまでなんかやらないとこう入ってこないので、その早急にこう覚えて、その人前で歌わなきゃいけなかったんですよ、その。恋人はサンタクロースを。で、その時に京都の高島屋で、でもう、なんかいっぱいいっぱいになっちゃって、その歌詞がね、4小節も飛んだんですね、その本番で。で、いろんなお客様がこう、ね、デパートお買い物、高島屋お買い物来てくれている、お客様の前で、恋人はサンタクロースを歌ったんですけれども、歌詞が4小節も飛んじゃって、で、その時ね、もうね、まだ若いし、もうね、もういっぱいいっぱいだし、もう嫌だーって思ってたのがバレバレになっちゃってて、その時に4小節飛んだ時にどうしたかっていうと、もう下をもう向いて、こうやって4小節かね、こう固まってしまった。泣きそうな顔して。固まっちゃって。で、客席の方からは、なんか私が歌詞忘れたって時になった時は、はぁっていう声が聞こえる。あちこち聞こえるっていうね、話だ。ですけれども、その時のことはもう私は一生忘れないくらい、もうなんかね、恥ずかしかったんですね。ごめんなさいって感じだったんですよ。でも、あの時ね、やっぱりそんな歌詞忘れてもみんなが楽しければいいんだって思いがね、あれば、もう、なんかその雰囲気でラララーでも何でも、みんな歌ってでも何でもいいんですけれども、そういう、なんか、ね、雰囲気を壊してしまったんですよね、あの時は。うん。それがね、もう私今でも忘れられないっていうね、出来事の一つなんですね。そんなね、ことがね、あったね、そのね、高島屋のクリスマスツアーだったんですね。で、この曲はもうほとんど聴けるチャンスって聞けることはないと思うので、近々、また私、弾き語りかなんか、このカラオケでもいいんですけど、歌った動画を出してみようかな、なんて思っています。はい。幸せを。掴む魔法っていうね。また高島屋さんこれやってくんないかななんて思ってるんですけど、これもし見てる高島屋さん関係の方がいたら、またこれリバイバルしませんかみたいな感じなんですけれど、そんな感じで今日の、お話のまとめなんですけれども、歌は雰囲気が大切、歌には雰囲気が大切だよっていう歌詞を忘れて もうその気をね、まだね、気を楽しませていくっていうね、そういう、だからラララで歌っちゃってもいいしっていう、なんかね、本当はね、覚えた方がきっとね、こう染み込むまで練習していても、でも忘れる時ってあるので、そういった、歌の雰囲気をね、大切にしていこうよっていうね、話を、させていただきましたということで、はい、今日のお話はそんな感じです。それではまた次回、今日も聞いてくれてありがとうございました。それではまた次回、メリークリスマス、もうすぐ。